97式狙撃銃は1930年代に開発、採用された大日本帝国陸軍の狙撃銃。開発当時の日本軍主力小銃であった38式不標銃をベースとし99式炭狙撃銃と共に第二次世界大戦における帝国陸軍の主力狙撃銃として使用された。欧米圏では 有坂銃における代表的な狙撃銃としても知られている。本校では97式狙撃銃と同系統である38式改め狙撃銃についても詳述する。大正時代、帝国陸軍は新たな兵器研究方針のもと、1920年7月20日に狙撃に用いるメガネの研究、開発を開始した。はじめに、 ドイツのカールザイス製品を購入し、研究に着手。1923年11月には、日本工学により施政され射撃試験が行われたが、メガネ装着部に不具合がありまた、倍率の増加も要望されたためその後の審査は遅延した。しかし、1931年から翌1932年の満州事変の実践体験が、 審査促進の契機となり、同1932年には倍率4倍のメガネの姿勢が完了。翌1933年には北満州でその実用試験が行われた。その結果は装着部の不具合は若干除去できたものの、倍率増加によりメガネ重量が増し操作が不便であるといったものであった。そのため倍率を2.5倍とした。 回収型姿勢照準メガネを1936年3月に、フッツにて試験を行い、これは実用に適することが認められた。また、照準を容易にするための敬意なる足の装備が望ましいという判決目だった。以上の審査結果を経て実用化された姿勢狙撃銃に回収を施し、1937年6月に、フッツにおいて、 最終試験が行われた結果、おおむね目標に到達したことをもって、翌1938年2月3日に97式素劇獣として仮正式制定を上九1939年3月7日に正式制定された。同時期、姿勢小巡眼鏡は97式素劇眼鏡として1938年2月に正式制定を上進している。 なお、開発、研究が、長期にわたって行われていたため、多種多様な姿勢狙撃銃が製作されている。97式狙撃銃は38式風標銃の、生産ライン途中において、多数の中から、重心や機関部などの精度が高く精密射撃に特に、向いているものを選び出し、それに、狙撃眼鏡を乗せる台座と太い針金状の端端を伏し、不死。 さらに操作性を上げるため交換を下方に曲げ、射撃具合の調整を行い生産された。それら狙撃銃仕様の別工程作業が行われるため、機関部全部には97式の国印が菊下紋章と共になされる。量産は小倉陸軍造兵賞と名古屋陸軍造兵賞で行われ、総生産数は約22,500兆。 38式不標獣の中期型、後期型を転用しており、また、小倉製と名古屋製や生産時期により、消紋の違いや、単足の有無など使用には、異がある。なお、本重採用の数年後には38式不標獣の、後続主力小銃となる99式小銃、99式単小銃が開発、採用され、 これの狙撃銃使用たる十九式狙撃銃、九十九式短狙撃銃が九百四十二年五月に採用されている。帝国陸軍において基本的に狙撃銃は一般の不評中隊内の選抜相手によって使用されるため、九十七式狙撃銃は既存の三十八式風評銃や九十六式軽機関銃を要する六点五ミリメートル弾装備部隊に 99式狙撃銃、99式炭狙撃銃は99式小銃、99式炭小銃や99式検疫艦銃を要する 7.7mm 弾装備部隊で運用された。第2次大戦後は他兵器と同じく多数が廃棄処分されたものの流出品や戦地での露角品が主にアメリカにおいて高額で流通しており愛好家が収蔵している。 日本では無可動実重として少数が逆輸入されているほか田中ワークスが木製や金属製部品を主に用いる高価格帯合法モデルガンガスガンとして97色素撃眼鏡ともども製造・販売している素撃眼鏡には97色素撃眼鏡を使用する距離調整などのアジャスト機能を有していないため出荷前に 造幣症にて零点規制を受けた後は固定式である。狙撃時は T 字照準線の垂直線の射距離分割メモリを使用する。い手や銃に固有の偏差については、い手があらかじめ偏差を把握しておき、照準時に見越し距離を取ることで修正する。調整機能がない反面、複雑なアジャスターがないために小型に仕上がり、密閉構造で防水性に優れ。 金定和とボタンの二重のストッパーを有する台座と一体化されており頑丈、メガネ内が明るいという利点を持つ。量産は、東京第一陸軍造兵賞のほか日本工学、東京工学機械、東京芝浦電機、高千穂工学工業、富岡工学機械製作所、江本工学製機、日本タイプライターなど、民間工学機器メーカーでも行われた。なお、 帝国陸軍は、使用部品の規格化に励んでおり、狙撃眼鏡特有の精密ネッジには、後のジスの前身であるジェス品が使用されている。機関部解放時の交換位置を考慮して、小銃側の台座は、機関部左側面に設けられ、狙撃眼鏡自体は、伊手支点から左車上にオフセットされる。そのため、狙撃メガネの使用が適当ではなくなる、近接戦闘時や、 狙撃眼鏡破損時には、通常の症銃と変わらず小、症性、症門での症銃が可能であり、また、実砲5発をまとめた、相談士も、使用可能である。メガネが、通常の症銃器よりも左に寄せられているのに対して、いてが、頬付けする重傷は、通常のままで、頬当て等の追加は行われていない。俗品として追い紐付きの収容能が存在し、 公軍時などには、狙撃眼鏡を銃から外しこれに収容した。なお、1938年2月の、97、式狙撃眼鏡正式制定の件内、97、式狙撃眼鏡外説では、1、目的97式狙撃銃に装着し狙撃に使用、するものとすぜんして将来自動小銃制定せられたる。 場合に破壊銃にも装着し得るものとすとされているように、将来の自動小銃採用時には97式狙撃眼鏡を転用し、自動式狙撃銃を整備する計画があった。使用実法は6.5メートル MX50SR 弾たる38式実法であるが、11年式軽機関銃、96式軽機関銃の軽機関銃用に装薬を減量した。 幻想弾を主に使用した。幻想弾は通常弾との区別のため弾薬が収まる。紙箱に幻想を意味する G のスタンプが夏印されている。ベースとなった38式風標銃が高所速で弾道の低止性は良好かつ射撃反動が軽く命中率が高いという38式実砲の利点を生かした性能面で優れた小銃であったため、 特に精度の高いものを選んで生産された本銃の狙撃銃としての性能は極めて高かった。また性能とは別に発射音が小さく銃口から出る発射円も弱いため偽装にも優れていた。帝国陸軍は太平洋戦争の核戦線で狙撃手を効果的に運用し戦果を上げており、特にガダルカナルトを撤退作戦時、 捨て駒として、アメリカ軍の足止め任務を負った、狙撃手が活躍し2万猶予の将兵の撤退に、貢献した。97式狙撃銃の生産と同時に、38式不標銃として、すでに生産済みであるものの中から、精度の高いものを選び出し、97式狙撃銃に、順じた改造を施した、38式改め狙撃銃も、製作、使用された。 狙撃仕様の改造が38式不標重として生産途中か生産後かの違いであるため性能は97式と大差なく外見上の異として短足がなく38式と刻印がそのままとなっている点が挙げられる97式狙撃重化理性式制定の九97式狙撃重審査経過の概要38式実歩は 弾頭が細長く軽量であり、また38式不標準枠線のツイストが急であるため、遠距離射撃時の弾道の変流対策として、縦メモリは右斜めに入っている。射距離分割300メートルの位置にある水平線は、見越し射撃用の方向分割メモリを有する。基本的に弾薬は紙箱に収まった状態で支給され、小銃手は、 弾薬庫に紙箱ごと入れて稽古した。これらの狙撃手は戦後、アメリカ軍に捕虜として保護され、日本に生還を果たした。ありがとうございます。